こんにちは。ここは大韓民国京山北道、ここであるキョンプ線のグミ駅です。本日8月15日、日本では終戦記念日として知られている日ですけれども、現在時刻が12時を回ったところで、これからテグの方に向かおうと思って、今駅まで来たんですけれども、チケット買わずに、ね、来たんですね。昼なんでさすがにチケット買えるかなと思ったら結構人がいっぱいいて、列車もね、もう次14時半ぐらいまでのやつまではもう取れないというような状態になってましたんで、参ったなということで、これ一旦ね、北の方に、ちょっと進路を変えまして、キムチョンの方に向かって、そこから、近くに、キムチョン組という KTX の駅がありますんで、そこまで行って KTX でテグまで向かおうということにしたわけです。これからまずキムチョンまでこの ITX セマール号にて向かいます。バスで行ってもよかったんだけど、多分ね、バスターミナルに行ったところでバスもこの感じだと満席じゃないのかな。6号車、あっちの端っこの方に止まるんだ。こんな方に止まったんだっけ。もう最近本当に鉄道乗ってなかったから忘れちゃったな。キムチョン駅に着きました。この駅で下車するのは2回目かと思いますけれども、グミ駅から一つ北の隣の駅、駅は平屋でこのような構造になっているので、ソウル方面はすぐに列車のホームに向かうことができるという構造になってまして、大変便利ですね。せっかくキムチョンに来たので、まあいろいろ見て回りたいのも山々なんですが、ちょっと日がだいぶ暑いのと、次は あと次の、ね、KTX に乗るまであと50分ほどしかないので、このままタクシーでキムチョン組の方に向かいます。タクシーでキムチョン組駅までやってきました。在来線の組駅から、組駅じゃないかった、キムチョン駅からね、だいたい15分くらいかな、15分かからないぐらいですね。運賃は1万ウォンということで、タクシーで組駅からここまで来ると3万ウォンぐらいかかると思うんですけど、列車と合わせてだいたい1万5000ウォン、半額でここまで来ることができました。まあ、時間の制約はありますけどね。ちょうど今コロナ対策だと思うんですけれども、こう正常なんか滅菌をしてるんですかね、あれは。 これから乗車する KTX は、14時26分発の列車ですけれども、釜山行きとポハン行きが並結した列車となっておりまして、お隣のトンテグまで乗るんですけれども、コロナ状況下の KTX の対策をご紹介する意味を兼ねまして、今回は特室を利用することにしました。
올바른 마스크 착용과 통화 예정은 다른 고객에 대한 가져오자 승객의 의무입니다. 土曜日だけありまして、さすがに特質ほぼ満席の状態でしたが、まあ、20分ぐらいしか乗らなかったのでね、大丈夫だと思いますけれども、車内では大変静かな状態で、キープされておりまして、基本的にマスクは常に着用、そして車内での食事飲食についても、あまりやらないでくださいねと、食事をね、なんか取ってるとちょっとやめてくださいねみたいなことを注意しているという場面にも出くわしました。特質じゃないですけどね、普通の一般客室の方でしたけども、そして特質に乗った場合はね、普段であれば水と、クッキーみたいなやつをね配られるんですけども、今回はこのような形でコロナ19の専用キットみたいなやつを中で配っておりました。特質専用のやつですね。中身はマスクが入っているそうです。この列車はこのトンテグ駅でポハン方面とプサン方面で列車が分割されるんですけれども、分割作業しているところには人だかりができておりまして、やはり人気の高い作業であるということがわかります。子供がたくさんいますね。あれ、連結解決した後の KTX 前のやつはそのまま出発していくのか、でカバーどうするんだろう。自動で多分ね戻るようにはなってるとは思うんですけどね。トンテグまでやってきました。この動画はここまでとさせていただきたいと思います。乗客の方もね、皆さん もちろんそうなんですけど、決められてるんでね、しっかりマスクを着用されておりまして、特に KTX においては利用する際にそこまで乗客の方で大きく心配をする必要はないのかなというふうに思いました。しっかりルールが決められているのがいいですね。ご視聴ありがとうございました。